デーモンシャイア第一の剣。おっと悪い射選手、今回も一撃であんたを倒しました。やはり私にかなう相手はいないのか。デーモンシャイアの名誉のために大会に出るって本当なの？名誉こそ何よりも国益となるのです。バレンシアの実力を疑っているわけではないけど、デーモンシャイアのために無理をしてない？ご心配なく、デーモンシャイアの名声を魔界全土に広めてまいります。バレンシア！決勝戦は共に大会初参加の強者による対決です。最終入場です。相手は老剣士か。いかにも老成円熟といったところか。だがこの私バレンシアを任すには経験があればいいわけではないぞ。来い、2秒で終わる。真の勇者とは何かを見せてやろうか。なんとこれは驚きです。わずか2秒で勝負がつくとは。魔界一剣術大会の優勝者は謎の老剣士。なぜだ。デーモンシャイアが名誉を得る目前だったのに。そうか、相手が老人だったから油断をしてしまっただけだ。私が本気だったら負けるはずか。おい貴様、ぶつかっておいて私を無視するのか。いつもなら見過ごしてやるところだが、憂さ晴らしにちょうどいい。貴様のような雑魚、ほんの2秒もあれば。あれ、どうして私が2度も敗北を。これでは名誉どころか、デーモンシャイアもプリシラ様もお守りすることが。待てよ、そういえばバレンシア、大会が終わったら必ずこの手紙を読んで。デーモンシャイアの名誉の大切さは私にもわかるわ。だけど私にとってはバレンシアの方が大事なの。あなたの最も重要な任務は私のそばにいること。あと帰りに必ずリリスタワーによってあの有名なマドレーヌを。そうだ、プリシラ様との食事が9回、応援が12回、笑顔が32回なかったせいだ。こんなに悪条件が重ならなければ私が負けるはずがない。私はデーモンシャイア第一、いや魔界第一の剣のはず。しかしリリスタワーにいるマドレーヌ、名前からすると強そうではないが、どれほどの強者なのか。